リサ、シャウトの原動力は？得意料理とかあったら教えてください。肉を焼くですと豪快な食生活を明かしてくれたのは、先月ソロデビュー13周年を迎え、自身11回目の日本武道館公演も成功させたリサさん。目覚ましのインタビューに答えてくれました。この13年、一番成長したなと感じてらっしゃることは何ですか？目覚ましテレビが見れるぐらいの早い時間に起きられるようになりましたどういう風にされたからこそ早起きできるようになったんですか？逆算する。逆算この日はこの時間に起きなくちゃいけないから、何時まで寝なくちゃいけない、前日を計算するということができるようになりましたね。そんなリサさんは今週ニューシングルシャウテッドセレナーデを CD リリースしたばかり。シャウテッドセレナーデ、叫びの歌なんですが、13周年に迎えて、まだまだ駆け抜けていきたいな、それからまだまだ歌いたいことがあるなという気持ちを叫んでいる歌になってます。だから走っていける、ファンへの初披露は日本武道館。リサさんは叫ぶように熱唱。原動力ってどこから来るんですか？ファンの皆さんの声援とお肉ですね。お肉得意料理とかあったら教えてください。肉を焼くですもうステーキ、はい、お肉を丸ごと。丸ごと、はい、あとはお味噌汁をずっと毎日作ります。朝から夜も食べられる量を一緒に作って置いておきます。でそこに具を足すんですよ。あのキャベツとか、それこそ豚肉とか、なんかいろんなものを足して、お味噌汁というか味噌鍋、栄養そうありそうですよね。そうなんです私も真似します、はい、お味噌最強、